大の大人2人がベイブレードか。パパです。ママです。はい、今日はココロくんは風邪中です。はい、というわけでコメント欄からパパとママで勝負をしてほしいっていうのをいただいたんで、パパとママも買っちゃいました。今までティーンとココロマンしか持ってなかったんですけど、ベイロが買っちゃいました。これ携帯とかにシュート力とか最大シュート力だったり、うん、まあ、シュート回数だったり、うん、まあ、平均シュート力、ベイポイントがたまるね。ベイポイントがベイポイントで、キャンペーンとかに応募して、そう、あ、レアなベイブレードを、私だってこれ QR コードで読み込んだらベイポイントがたまるやつです。ベイを買ったらついてくるんです。知らんかった。まあ、とりあえずベイロガーでシュート力を測って、はい、今日は2人で勝負をしたいと思います。自分の持っているベイで、で、このちょっと1個新しいやつはココロくんにあげたいと思います、うん、っていうのもちょっと昔のちょっと今のやつで羽のところが、いや、出てきたあかんねんで、ね、俺は寝とかなあかんねんで、俺は寝とかなあかんで、はい、これが結構初代のベイロガになります。で、これが今日買ってきたやつで、何が違うのってここの取り付けるパチンとするやつあるやろ、あるやろ。でな、これな、もう一つもっとねん、これ。あ、いいよ。もう一つもっとねん。元気やな。パパ、説明しとんねんやんか。はい、ここでこう、かますんだけど。いや、あんたそのまま入ってきたかんねん。マジ。ちょっと違う。ほら。あそこ座っとき。ここを押しやすくなってるんですね。で、まあ、心くんだったりすると、ここを押すことがね、ちょっと難しいので、この大きいやつ。だから新しいやつはココロくんに1個あげようと思います。で、古いのはパパがもらいます。で、ベイブレードのアプリを、タカラトミーのベイブレードのアプリを取ります。で、こういう携帯画面が出てきて、まあ、ココロマンでこれ登録してますので、これちょっとつないでみたいと思います。あのイヤホンジャックのとこにね。で、実行する。で、これで抜いても大丈夫です。はい、ブレーダー情報いきます。まあ、心も、いい感じだ。トータルベイポイントが今1531で、最大シュートパワーっていうのが1424。これ多分パパが回したやつか。1424が、最大シュートパワーになります。やった、これでニーニーと同じやつ作れる。すごいな、そのままできるよ。それそのままやったら置きは簡単なんで。なんで？ん？ああ、つけたままってこと？うん。あ、このままベイを回すって。ベイと、まあ、ベイ回すと思った。はい、称号。これでか。はい。見えるかな？映るかな？称号をゲットした？称号変えないで。称号っていうか。はい。大食いでイケメン、心マンパパ。イケメンか。どこがや、どこがや。あ、パパってダークネスさんじゃん。うわー、うわー、ココロくん、ココロちょっと来てんじゃん、ちょっと来。同点バーストとは、イエーイ、見て見て、ココロマンママできた。キルベースでやります。黒バック出た。シュート力測るとき、これこれが勝手に、いや、だから3つ光ったらいいの。うん、3つ光ったら最強なんやろ、シュート力が多分。あ、2つや、中。そんなの分かるん？え、説明書読んでないん。読んでない説明書読みよ、私取ったで説明書ちゃんと。読んでない。黄色と緑の点滅やったら中。うん、2色ごとに点滅、ピカ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 やったら強。赤の点滅は測れてない。3、2、ほら、2つ点滅。3、2、3、2、これ2回目だぜ。 3、2、1、5、2。今危ねえな、2色点滅。飛び越しよった、私今2色点滅。なんで攻撃タイプにしたん、ダークデスサイザー。ダークデスサイザー攻撃タイプやろ。え、そうなん。ダークデスサイザーってディフェンスじゃないん。うん、攻撃タイプ。あ、へえ。だってほら、弱まった、はい、ほら
もう後から打ったからな。え、同時に打ったやん今。そうか、同時に打った。もう一回ボケたんね。ボケたんね。カイザーケルベース、グラビティ、クロ、分からへん。あ、ダークデスサイザー、フォース、あれ、あれ、ワイルドワイバーンのやつ。3、2、1、ゴー。さあ、2色点滅きたで。寝とかなかねで。2色点滅きたで。知らんかった、ついに。お、知らんかった、全く知らんかった。黒いけ、黒守れよ。黒はそこは耐えろ、そこは耐えろって。やっぱシュート力関係あるの。イエーイ。ちょっとこの辺で最大シュート力見てみ。あ、最大シュートパワー1424、変わらず。シュートパワー700。お前クリアした。これ、うん、1004。平均シュート870。3、2、1、ゴーッ。私のなんでここ飛び越えようとするんやろ。そういうときもある。僕ずーっと飛び越しちゃったから。なあ、なんでやろな。ずーっと飛び越しちゃった。そんなんシュート力の違いやろ、どうせ。だから乗らない意味ないからな。ちょっと待って。3、2、1、ゴーッ。なんか変、2個しかいけない。やっぱダークデスサイザーが強いんじゃん。防御入れたのにさ、これダークデスサイザーとフォース使っとうから上は攻撃やねん。ちょっとベイ交換してみよう。交換、ベイ交換してみよう。あ、これ勝つかも。勝った。勝ったし、ベイ交換せんでいいわ。待って。3、2、1、ゴーッ。私のなんでそんな飛び越えようとするの。これ今度レイヤーが軽いから追いかけれるはずやけど。黄色綺麗やな。当たらない意味ないわ、攻撃。回転力が落ちそうなもん。あ、やばいわ。ノーローかっちゅー。こうやってこれで3、2、1、ゴーッ。シュート力が軽いな、私。パニメみたいな。ファーストセーブ。よし、勝った。せーよ、ダークデスサイザー、なんとかなんとか。また俺これ。おー、いい戦いだ、いい戦いだ。なんでよ、これは攻撃特化やからね。イエーイ。おー、やっぱ攻撃と自由やったら攻撃を入れなきゃ。防御入れなあかんわ。え、回り方が違う。あっ、なやっぱダークデスサイズあかんわ。ほら、2勝ち1勝ち。え、潰れたん。まだ潰れてないよ、私。俺ジャギー、あ、普通のダークデスサイズになって思った。ジャギーノーマルかよ。ノーマルなって思った。3、2、1、ゴーッ。私2回しか勝ってない。ノーマルで勝っちゃったぜ。あ、最大シュートパワーが104。いや、1004更新されてない。あ、俺もシュート打ててなかった。1420のままやった、はい、なんで。ねえねえ、僕シュート違うわ。ポカがっていうか、これまあ心の回数とかはな。はい、というわけで今回はママとパパで戦ってシュート力を測ってみました。ベイロガー、これでベイロガーは4つ所持してます。各自それぞれの携帯でシュート力測ったりポイント貯めたりしてやっていきたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。心くん元気になってください。バイバイ。よし、ポイント取ろう。全部でもストームスプリガン BY が2つあるけど登録しとく。俺の分もポイント貯まったやろ。手外した時に心の携帯に入れるのに持っとくからね。